てほしい。どこに置くんだよ。高橋さん、そこらすけ多い、はい、戻さないで汚いからもう。街中に看板出してる弁護士に頼んでもダメですよ。なんで自分の気持ちとかコントロールできないの。大丈夫そうです。これ保険証どうしたの。ちょっと今払ってないんで。払いなさいよ。15ヶ月昨日になってますね。お金ないです。生活きついんで。じゃあ次のお約束していただけますか。じゃあ3年前に奥さんが通り魔に殺されて仕事できなくなったんですよ。おい危ないよ。本当に犯人殺したいっすよ。法律が許さなくても世間が非難しても神様は許してくれると思うんすよ。殺しちゃダメだよ。殺しちゃうとさ、こうやって話せないじゃん。俺はあなたともっと話したいと思うよ。子供にいたずらなんかしねえよ。今ちょっとバタバタしちゃってるんで。どうもです。あんた夢あるか。夢？これよ、これやろうかと思ってんだよ。ぐるりのことから7年、絶望と再生の人間ドラマの傑作がまた一つ誕生する。よし、